描いていく未来のストーリー、キャンバスの上筆を走らせ。動画をご覧の皆さん、こんにちは、オタファです。今日紹介するおもちゃはこちら、変身ベルトデラックスマッハドライバー炎です。今日先にみんなに言っておかなきゃいけないことがあって、僕今ちょっと体調を悪くしててインフルエンザ中なんですね。なのでちょっと自分の体力的にいつもみたいに詳しく細かくレビューできないと思うんですけども、まあこのデラックスマッハドライバー炎がどういった商品なのかっていうのがなるべくわかりやすいようにレビューしていきますので、どうぞ最後まで見てください。というわけでレビュー始めます。まずこちらをご覧ください。ドライブの2号に当たるライダー、これが仮面ライダーマッハと言います。そして今回のメイン、マッハドライバー炎です。このデザインかっこいいですよね。そしてこちらをご覧ください。シフトカーが付属するんですけども、そうです、これバイクなんです。このバイクのシリーズはデラックスシグナルバイクと言います。パッケージの背面です。まずは変身。お、これが仮面ライダーマッハだ。かっこいいですね。加速技ができます。必殺技、さらに別売りのシグナルバイクとさらに連動します。すべてのシフトカーシリーズを認識、単4電池3本を使用します。せーの、じゃん。これがマッハドライバー炎。おー、ピカピカですね。デラックスシグナルバイクのシグナルマッハです。おなじみのマークがあります。それからベルトが付属しています。ちょっと今回簡単で申し訳ないんですけども、まあ左は左、右は右に取り付ける。きちんと組み立てるとこのようになります。次に電池をセットする場所はここです。もうセットしてあります。ここはもう大丈夫ですよね。電源ボタンはここにあります。マッハドライバー、稼働する部分はここですね。今僕が持ち上げると大気音が鳴り響きます。仮面ライダー1号の音ですね、これ。この最初の音、この最後の音もそうだ。あ、なんか気に入りました。それからここにもボタンがあります。これを上げた時も下げた時も一種類の音が鳴り響きます。というわけで早速変身やってみましょう。やり方はここを持ち上げてセットして下ろすと。変身。おお、やっぱり1号っぽい、なんだろうな、タカタカタ、タカタカタみたいな、こういうリズムとか、やっぱりなんだろうな、1号のあの感じですよね。僕すごく気に入りました。デラックスドライブドライバーとの比較です。こっちはこうマフラーのパーツがあって、デザインも個性的で、いかにも2号ライダーが身につけるベルトっていう感じがしますよね。両方素晴らしいです。次は加速技遊びです。加速技遊びは2種類あって、このボタンを1回押すのと4回以上押すとサウンドが変わります。まずは1回押してみます。それでは4回押してみます。ずっとマッハって言ってましたね。さあ、次は必殺技です。必殺技はとっても簡単。これを持ち上げる。大気音が鳴っている間にボタンを押して、これを下げると。ちょっとやってみます。
個人的にはドライブドライバーよりも直感的で分かりやすくて、楽しいですね。このシグナルバイクを交換する場合は、シグナル交換と言います。で、今のところシグナルバイクはこのシグナルマッハしかないので、今回はタイヤ交換をやってみます。やり方はとっても簡単です。ちょっと見ててください。カジールって言ってましたね。面白い。こんな要領でどんどんタイヤ交換ができます。いいですね。交換がしやすい。こんな感じです。最後はこのシグナルマッハとデラックスドライブドライバーで遊んでみます。まずはシフトカーと決定的に違うのは、これレバーモードになりません。これなので、こう刺してカチャっていう動きがないんですよね。そのまま刺してまず一つ音が出るのと、あとは説明書では加速って書いてあるんで、まあ、加速遊びですかね。ちょっとやってみます。まず一つが、ドライブ、タイプ、ネクストっていう音声が鳴り響きます。ディスプレイは、ネクストの N になってましたよね。次は加速遊びです。キーをひねって、このボタンを押す。音楽が今まで聞いたことない音になってましたね。面白いサウンドですね。ナイスドライブ。というわけで、今回のデラックスマッハドライバー炎のレビュー、いかがだったでしょうか。僕はこのマッハドライバー炎、すっごい気に入りましたね。何が素晴らしいって、このギミックの全てがシンプルなんですよね。シンプルでかつ簡単で直感的に遊べます。そしてこのデザイン、そしてサウンド、もう最高ですねこれ。まあ、こっちのデラックスドライブドライバーを持っている方も、まあ、ギミックが全然違うんで楽しめると思います。いつも動画へのコメントや高評価など本当にどうもありがとうございます。すごく励みになります。チャンネル登録がまだの方、チャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。わたはでした。